10歳そこそこのちっちゃな男の子が宿敵ガノンを倒すという、冒険のストーリーですね。でその中でプレイヤー自身がね、僕は遊ぶ人自身がその中で、自分の、ちょっと不思議な竜の顔をした船に乗ってね、それで走ります。で風を受けて、結構ヨットのように、風上に向かう場合は頬斜めに張れっていうのは今のこの絵で見てもらうようなアニメーションのような顔のリングですね。前回の時のオカリナっていう64のゲームではものすごく美男子のですね、クールな、リングだったもんで、かなり去年はいろんな意見が飛び出したんですけど、今年に入って実際ゲームが触れるような、プレゼンテーションをしてからはですね、特に、これはね時のオカリナの時もそうだったんですけど、僕らはその触れる映像っていうのをテーマにしてきてます。今度はねアニメーションなんですね、全部出てくるような。でね、普段見てるだけのアニメーションが自分で触れちゃう、とてもね不思議な感じします。で僕自身もそのデザインはしたんですけど、実